久保さん虫が良すぎると。虫が良すぎるようにしましょうか <laughs>。なんかね、人間ってまあ都合がいいんですよね。まあしょうがないんですけど。まああの、久保さんも言ってましたし、僕も言いましたけども、お金に困ってるからつってコンビニでレジの人にね、すみません、お金困ってるんで、このコンビニの弁当ただにしてくれませんかっていうのは、通ります。通らないんですよ。で、これはね、 それは通らない。まあ、それはまあまあまあ、それはまあ難しいでしょうって言うじゃないですか。じゃあ今度、じゃあその国に対してね、保証もっとなんとかしろよとかね。そう。あの、アベノマスク10億円っていうニュースが、アベノマスク10億円にしましょうか。ちょっとアベノマスク。アベノマスク。アベノマスク10億円。10億だったかな。はい。アベノマスク送料10億円の衝撃。<laughs> ね、あのー、マスクが足りてねえんだ、なんとかしろよ、と。マスクこんな高く買えねえじゃねえか、っつってね。あ、どこで行ってね。今度、今度でしょ。じゃあ、それに10億円かかりました、つったら、10億円もかけて何やってんだよ、みたいなね。どっちやね、みたいなね。あの時は、国にね、なんとかしろ、っつってね。安倍さんがね、まあ、しょうがない、じゃあ、マスク配るか、つやね。で、この10億円かかりますよ、つったら、10億円もかかったのあのクソマスク、みたいなね。<laughs> 都合がいいですね。い,いってらっしゃい。